延長したフリーザーデイとゼニガメのコミュニティデイの日にちが決定しました。なんと来月8月4日土曜日、時間をずらしての同日開催です。12時から15時までがフリーザーデイ、15時から18時までがコミュニティデイです。ど真夏の6時間ぶっ通しイベントです。全く想像してなかった。さすがナヤン、いつだって俺たちの斜め上を行く。またグローバルチャレンジボーナスも6時間だけ復活します。捕獲や孵化で入る経験値が3倍、ベイドで2倍、幸せ卵効果1時間です。フリーザーの色違いがすんなり見つかってくれればいいですが、私の色違い海洋画みたいにドハマりする可能性もあります。そんな時は時間いっぱいまでフルに活動することになります。そこで気をつけなければならないのは熱中症です。大雨ならポケゴーどころじゃないなってことで自重もしますが、生地晴れだと油断してしまいます。炎天下なら帽子、そして常に水分補給を忘れずに、少しでも体調に異変を感じたらすぐに戦略的撤退です。健康な体あってのポケモン GO です。そんなわけで当日の予定を練ってみることにしました。先に実施された海外では12時から15時まで全てのジムにフリーザーが出現するとのこと。12時前に出現した卵があった場合、12時を過ぎてもある程度は他のレイドボスがいる状態になるのであろうか。そして EX が開催されるジムにはフリーザーは出現しません。ポケ活しやすい場所は EX 対象のジムが多いので、これがなかなかに痛いです。そのあたりは臨機応変に行きましょう。出てくるフリーザーはイベント用に弱くなっているので、ある程度少人数でも勝てます。ブースト使って最小2人、高レベルトレーナー3、4人で強化しているポケモンを揃えていればどの天候でも安定して勝てるかな。今回は徒歩を想定して考えてみます。徒歩となると起点は大宮駅だ。大宮駅から大宮公園に流れ、そのままコミュニティデイといった感じです。フリーザーの色違いが早々に出てくるかで難易度が変わります。改めて大宮駅のジムの密集具合を見ると東京に負けてない感じです。まず西口にあるジムから回ります。まずは駅前のマック、そこから郵便局のジム。郵便局といっても大きなビルなので、いまだにどこが郵便局なのかわからない。続いて大きな通りを渡った先にあるジム2つ。そこから上がって動物のお医者さん。続いてロケットの形をしたビルのジム。教会のジムはなくなりました。そしてトーマスフラワー、近くのマクドナルド、ダイエーのジム。大宮駅に入って東口に行きます。駅前にあるコリスのドトちゃん像、マクドナルド、高島屋のジム、ソフトバンクのジム。通りの真ん中にあるジム、氷川神社参道のジム。2個目、ここから大宮公園へ行きますが、しばらくジムがない。ここが痛いです。ポケストップはたくさんあるので、コミュニティデイに備えボールを回収です。氷川神社入り口にあるジム、氷川神社楼門のジム。アルマイデンのジムがない。先月まではあったけど、とりあえずカウントしないでおきます。サッカースタジアムの横にあるジム、公園内のジム。公園内は全部 EX 対象です。当日どれぐらい潰れてしまうだろうか。しだれ桜のジム、大宮公園案内板のジム、大きな木のジム。こちらのジムは境内に入ると注意されますので、通りの反対側からジムに入りましょう。境内に入ってのポケゴーはダメです。そしてここから大宮第二公園へ向かいますが、しばらくジムがないのが辛い。というかここまでで時間がどれぐらい経つのか不明。ここまでで色違いが出てくれることを祈ります。この後の第二公園はまあ保険という感じです。第二公園入り口のジム、
隣のジム。時計塔のジム。下にあるジム。ちょい先のジム。この辺で終了です。ここまでしてでなかったらお手上げだと思います。最後に、行ったことないのでわからないですが、もしかしたら越谷レイクタウンが屋内でいいかもしれません。ざっと数えただけでジムが20個ぐらいあります。くれぐれも暑さにはご注意ください。